ヤガチャガチャンネルは。はいどうも皆さん、ヤガチャッチャーというわけでございまして、私ヤガミンことヤガミハヤテがお送りしております。怖くないように頑張って実況する、バイオハザードアウトブレイク実況プレイ動画です。というわけでやっていきましょう。さてさて、まずゾンビさんがね現れてしまってるので、これを落としときましょう。で、今念のためね、確認をしていくと、チャプター極炎の、途中でございます。おそらく今回の動画ぐらいで、極炎が終わってっていう流れになるのかなというふうに思ってるところでございます。さあ、先に来たのは理念室、寄り道ですね。こっちは別に来なくてもいいんですが、ここにですね、メモが2個あるんですよ。これと、ブルーハーブじゃねえんだわ。ね、メモが挟まってる。ね、用務員の補修メモっていうので、304号室、305号室の壁がひび割れてるよっていう話がまずあって、で、ここにも、警備員の手帳、屋上巡回今週土曜から配電盤の修理依頼は帰るに、警備室のパスコードは0721、サンドラの入学は祝日で明日という感じの、メモ帳がありますと。このメモ帳自体は使わないですね。一切別に見てなくても、何ら問題はないですが、まあ、こんなメモ帳があったんだな、ふーんぐらいに留めていただけると良いのかなと思ってる次第です。でそろそろメイン武器ハンドガンから卒業かな。このチャプターはゾンビの配置にもよるけど、あまだ寝てた、オッケー。でまずこの中に入っていきましょうと。デイビッドどこ行ったん、あいつ生きとるんか。でちょっと待ってね、俺これでこれやった。おっと、俺一個忘れ物してるな一個忘れ物してるな。まあその忘れ物自体はまだ対応可能な忘れ物だからいいでしょう。でここにまずショットガンの弾があるので回収しておきましょう。でここにグリーンハーブありますね、ありがたく頂戴しておきたいところですが、何が足らないんだ。ショットガンがあって、あーじゃあ持っとくけど、一瞬でお別れだけど持っとくか。でこの割れた穴を通っていきましょうと。でワンチャン噛まれるか、よいしょ、1、2、3、OK。 でこのタイミングで、グリーンハーブ使ってグレネードランチャーを取りましょう。でグレネードランチャー取ったらこっから出て OK ですという感じで、これにて、まずグレネードランチャーをゲットすることができました。でそしたらですね、この流れのままちょっとめんどくさいルートにはなりますが、移動していくかな、警備員室まで行くか。さあというわけで、今どっかでアリッサが別で頑張ってるはずなんですよ。でそれの要は頑張りを回収しに行きたいなと思っておりまして、今回廊を使って3階から2階に降りたんですが、この2階の奥に警備室っていう部屋があって、本来空いてない部屋なんですね。で空いてない部屋なんですが、これをアリッサが開けてくれてますので、そこに行ってですね、金のレリーフの鍵を回収しに行きたいなと思っているんですが、途中でゾンビが1体いるはずなので、いますね、どうもと。あれ、あーやらかした、マジか。ちょっと待って待って待って、テンパったテンパった。ショットガン装備したと思ったらグレネードランチャー撃っちゃった。まあ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 、でも弾補充したからいっか。でここが警備室ですね。ね、ですると今中からアリッサの声が聞こえたので、中に行くと、アリッサがいるんだなってことが分かった状況になってるという運びとなってます。でこの中入って、まず、ここら辺にショットガンの弾があるのでこれはもらっとく。でなおかつここでこのアリッサが持ってる金のレリーフの鍵を要求してくれるので、これをもらう代わりにハンドガンでもあげときましょうと。で書類も見ときましょうか。で避難装置のマニュアルということで、電動式はしご収納機の取り扱い、ロビー中央の2階回廊部分に設置されているはしごは緊急時以外はコンパクトに格納されており、火災報知器に連動して伸縮します。ただし停電時の電源トラブルを避けるため、装置は専用緊急電源につながっています。通常営業中は必ず緊急電源の接続に切り替え、有事に備えてくださいという、まあまあなんかそういうところがあるんだなっつうのが分かりましたと。なので、次はですね、緊急電源への接続に切り替えなきゃいけないっていう流れになるんですね。で、待って、俺もう一個事故ってね、もう一個事故ってる。
あれだ、俺逆に次3回であの赤い宝石取り忘れてるわ。グダついてんなおい。あのマジこのアリッサから鍵をもらうっていう操作を忘れてからというもの全部がグダついてる。もう頼むぜ。さあというわけでございまして、改めてちょっと手間ではあるんですが3階に戻っていきたいと思います。3階に戻ってですね、あの隠し扉を開けるためのアイテムがあるのでそれをゲットしとかなきゃいけないんですね。よいしょ。でここからはアリッサと合流できたことになるので、アリッサが一緒についてきてくれるような運びとなっております。さあというわけで3階の306号室だから出たすぐ右側の扉かに入って、そこでもう銀のあのレリーフの鍵は使い終わってるので、銀のレリーフの鍵を置いて代わりに赤い宝石を手に入れるという流れをですねやっていきたいと思います。ただただ部屋でアイテム取るだけなんですけどね。よいしょ。でここはねもう壁沿いにバッと走っていけば大丈夫なので、撃つなよアリッサ、撃たなくてもいいんだよ、リッカーは俺たちのことを敵視はしていないと信じているね、だからいいんだよそんなに過剰反応しなくても。さあというわけで、こちらの部屋に入りましたら、この赤い宝石をゲットする代わりにレリーフ、銀色のレリーフを置いてという感じですね。ね、一番の事件はあれだけどね、前回から続く取り忘れ事件の連発が一番の俺にとって事件だけどな。まあつっても硫酸弾プラスアルファで3発持ってるからまあなんとかなる気がするんだけどね。さあというわけでございまして、改めてですね次の進行のためになんですが、ここはスッと抜けて、基本的にリッカーがあの右あの奥側の壁に張り付いてるので、そこから離れるためにもですね、なんでしょう、もうパッと曲がってあのスルーするっていうのが私個人的には推奨の操作になっていきますという感じですね。にしてもこれ今土曜日の動画でしょう。もしかしたらあれなんだよね、アウトブレイク切り悪いかもしんない。なんか土曜日と日曜日が入れ替わるみたいなさ、本当言うとね、あの土曜日にシリーズが切り替わってくっていうのが私個人的には好きなんだけどみたいなさ。うい、まあ、とりあえずゾンビはどかしてと、で奥側に進んでいきましょう。おそらく奥にもゾンビもう一体いるんじゃないかな、そこらへん。あれいないのかな、あいねえわ。でいないでくれたからいいとして、でそう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 、ここの奥に移動すると。あ今デイビッドの声した、いたわ、デイビッド生きてたわ。でこの奥にまたショットガンの弾がありがたいことにあるので、あのショットガンの弾にも十分依存できる状態ですね。もうあとこのマップちょっと操作したらボス戦やって終わりみたいな感じなので、でここリッカーがいるので、できれば歩いて通あバレてんので、バレてんならもうしょうがねえや。このレリーフの鍵使って鍵開けて中入って終わりですね。でもこれぐらいね、なんかね今作のリッカーはあの意地悪じゃない、もうこれはね助かったよね。リッカーってねどのシリーズでも結構しんどい敵キャラであることが多いから、でこのドアの裏側にグリーンハーブが置いてあるのですが、今回は取れねえかな。でここにショットガンの弾があるのでこれをもらっといて、で次にこの配電盤ですね。でこの配電盤も2パターンあります、あの光ってるパターンが。でこのパターンの方が複雑で、こうして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 こうね、こうすることで緊急電力が供給されるので、あれ金の鍵もう使わねえかな、ちょっと待って、金の鍵はもう使わねえか、じゃあグリーンハーブ持ってっちゃおうかな。ちょっとこの後ねダメージ必須みたいなところの戦闘シーンになるので、でじゃあ金の鍵と持ち替えて、であとはちょっと待ってね、あとこれでやることは特にメモ見てもねえから、北西通路から回廊2階の警備室に向かうだけなので、あ問題ないっすね。じゃあもうこれで入れ替えた状態で帰っちゃいましょう。バイバイ鍵。こうやって見るとね、バイオ7とか RE2-3 とかのね鍵にチェックマークつくとかさ、あのチェーンカッターにチェックマークつくっていうのさ、もう最高の仕様だったね。ただなんでそれができるんだって話なんだけど、そうなんですよね、あのバイオハザードおなじみの食らったのか、うん食らったのか、
あのバイオハザードおなじみのあれがないんですよね。あのこの鍵はもう使わないようだ捨てますかっていうのが、出ないで捨てられるか使えちゃうかのどっちかで、なんでかっていうと関係ない部屋で大量に使えるからなんだよね。あだからもう分かってるプレイヤーほどその鍵を捨てるタイミングを制定していかなきゃいけないというか。ちなみに黄色なんじゃね、あ赤か、あ赤じゃね、緑かで、こっちだね。でこっち側ビャーっと抜けて、でこの部屋ですな。よいしょ。さてでそれで2階に行って警備室でロビーだから、おうおう、もうこれ終わり間際です。よし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 、前回のようなねぐだづく展開にならなくて一安心ですよ。ただねボス戦がランダム要素多いんですよ。ちょっとそこが怖いは怖いんですけど、すんなり一発でいけるか。まあそんな強い敵ではないので、あの問題はないと思うんですけどもね。さあさあというわけで、へいへい、アホの鬼、うわっす、今ので食ったらねダメージだな、おい、よいしょ。というわけで2階に着きましたので、ここから出ていきましょう。あのアリサとあの会えた部屋に今向かってます。あのアリサと会って金のレリーフの鍵をもらったところに、今どんどん向かっているというイメージですね。でなんでここに向かってるかっていうと、その隠しの、扉が実はあの警備室にあったんですよ。であったんですけど、その隠し扉を開けるためには開けるためには、赤い宝石が必要で、赤い宝石を持ってなかったので、もともとはスルーしておりましたと。ただ今となってはね、赤い宝石もうあの持ってますんで先に進もうとしてますよと。であと待った、ここに緊急スペアなかったっけ。待って待って、警備室のショットガンが置いてあるのってことは誰かが、あ持ってんな、ナナくれよ、サンキューな、あ違う、サンキュー。で、この状態でここの奥側にこんな部屋があるんですが、ここに扉があって、まずこの扉を押したりますと。で押したら、ドアが出てくるんだけど、ドア自体は仕掛けがあって開かないって言われるので、ここの石像がくぼみがあるよっていうちょっと懐かしい仕掛けがあるので、ここにはめ込んであげると扉が開くと。で、この時点で次にやりたいことが、ちょっと待ってね、よいしょ、おっと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 、こうですな、こんな感じで、もうある程度このアイテム在庫をはっきりさせとく。でグレネードランチャー装備しといてもいいぐらいですね。というわけでこの中入っていきましょう。で実際問題、今回多分ちょっと余剰分ぐらいあります。あの余剰なぐらいアイテム用意してる状態だし、多分ハンドガンケチりすぎたね。もうちょっとケチん内でいけたんじゃねえかなとも思ったりしているんですが、とりあえずここハンドガンだってことは反対だな。こっち側の方にですね、またグリーンハーブがあって、また奥側にも通路があって、ここにショットガンの弾があると。もうねショットガンの弾も25発で8発なんで33発、完全に潤沢で、その状態で、ここのはしごを下ろします。でするとはしごが降りてくれたことによって、ここのメインホールのアップル、アップルインっていうホテルの正面ロビー1階に来ることができたんですね。で、1階に来ることができた代わりに、ここが最後の、ボス戦のマップになってます。で、この時点で気をつけておきたいのが、ボタンがある押しますか、これ何が大きいんだっけ、怖くて押せねえよ。あのここのですね中に、グリーンハーブとかあのアイテムあったりするので、先に調べとくのも全然ありかなと思いますね。あのこれこの後、最後のこのマップのボスである、敵キャラが出てきます。名前なんだっけ、サスペンデッドだ。でサスペンデッドっていうのが来るんですが、サスペンデッドの他に、リッカーが2体登場しちゃうので、そこがちょっとしんどいかなっていうマップになってます。なんで、まあ、場合によってはねちょっと回復アイテムとかちょっと移動しとくなりなんなりしておいて、もうこの後のボス戦に備えると。でボス戦自体は、グレネードランチャー3発で落ちるので、そこまで大変じゃないです。ただハマるとまずいっていう感じですね。やっていきましょう。というわけで出ようとするとイベントなんだけど、ゾンビが赤くて、でもクリムゾンヘッドとは違う感じの落ち武者みたいな髪型のがサスペンデッドです。いきます。見たらわかる、落ち武者だから上から来るの。なんだっつったら、上からゾンビが顔バーンって出てきて、であのこっち向いたらなんかわーみたいな、
でもそんなね、なんか、うん、ほら落ち武者でしょ、なんかちょうど分け目が半分だからさ。で、この時点で、逆キーに入れときます、ダッシュで。なんでかっていうと、この後ハメ技一発打ってくるからですね。それ食らうと色変わるぐらいは食らっちゃうので、一回とりあえずこの時点で逃げる準備をしとく。もうもうとにもかくにも距離、あばっつ、無理だよそのスピードは。で後ろ向いてくれたのでラッキーなので、一回グレネードランチを打ちましょう。え、今当たったか。あ、で今痙攣しましたよね。痙攣すると今の下の下をベベベベベっていう攻撃を打ってくるって感じです。で、グレネードランチャー3発分ぐらいなので、終わったわ。アリッサすげえ仕事してた。アリッサよいしょ。もう大丈夫だ、早く外へ。さあ、というわけで、ここのイベントシーン気をつけなきゃいけないのが、まだ終わってません。脱出してクリアです。なので、今脱出への、通路は開けてもらいましたけど、この後にリッカーに足引っ掛けられて死んじゃったとか言うと、もちろんながらダメになっちゃうので、さっさと行きましょう。さあ、というわけで、ここがアリッサね、でここから出ることで、デモシーンになって終わりと。危なかったな、あのホテルだけじゃない、今や街中が燃えちまってる。あんたは運が良かったぜ。ありがとう。人助けできないかと街を回ってみてるんだが、戦争よりまずい状態だ。州軍も動き出してるらしい。早く街から出た方がいい。何か嫌な予感がするんだ。明日なんてもう来なくていい。ほんの数分前までそう考えていた。こんな悪夢は二度とごめんだと。でも今私は生きていて、そのことに安堵している。もう少しこの気持ちに従ってみよう。はい、というわけで To be continued、ね、というわけでございまして、ここまでがですね、極縁でしたかねの、チャプターとなっておりましたというところでございます。さあ、いつの間にかデイビッドは死んだようですもうほんと仲間のことを追いかけてる余裕はないよ。仲間のことをねしっかりと追いかけてる余裕は別にないよ。もうほんとに勝手に死ぬんだから。さあ、というわけでございまして、最後ね、決意。街に迫る崩壊の足音、立ち塞がる漆黒の絶望、運命の岐路で迷いとどまっている猶予はない。夜明けとともに訪れるのは希望か終焉かね。というわけでございまして、こちら終焉ですね。流れ的なところで言うと、この終焉、あ、終焉じゃねえ、決意が、ラストチャプターという感じになってますと。で、いろいろとね、これ終わった後も、もちろんながらやり込み要素とかたくさんあるんですけど、オンラインが動いてない今、それはほぼ死んでると思っていただいて結構なのかなと個人的には思ってます。さあ、というわけでございまして、決意のデモシーンとか一緒に見ていきたいと思うんですが、一回ここでテープチェンジさせてください。テープチェンジ。はい、というわけでございまして、テープチェンジしたのでやっていきたいと思うのですが、ね、これちょっと、ヨーコ選んでじゃあ始めましょうの前にちょっと予習しておきたいことがあって、まあ他のキャラクターもちらほらあったんですけど、まあそれぞれのキャラ、ケビンとかマーク、ジム、ジョージ、デビッド、アリッサ、ヨーコ、シンディね、この8人がおりますよということをちょっと理解しておいていただきたいんですね。で、今回特に覚えておきたいのはジョージ、はい、このキャラのことをちょっと頭に入れておけるかどうかだけでムービーシーンの見え方が変わってくるのでというところでございまして、でもまあここまでねずっとヨーコでやってきたのでヨーコでやっていきましょう。というわけで早速デモムービーから見ていきましょう。よろしくお願いいたします。いやー、やっぱね、アウトブレイクは他の作品にない難しさがあるね。正直ね、そこがね、良くも悪くも敷居は高い、間違いなく。既存バイオユーザーですら敷居は高いと思う。うん、でもね、このオンラインで遊べるバイオやりたいんだけどね。
びっくりポイントはね、なんか途中で1回だけあるけど言うね。組織というものは育ちすぎるとダメになる。目先の利益にとらわれ、大事なものを見失う。量産だと。バカな。このね、タイラントみたいなのが目がクワッてする。傑作は一つでいいのだよ。来るよ。あ、こっち向いて、目が白目なの。はい。ね、これが一番のびっくりポイントっつうことで、仮設避難所ね、というわけでございまして、ね、テンポラリーシェルターということでね、その一時的な避難所でございますけども、ここで先ほどお話ししたジョージが、ここもすでに。ジョージ、町の異変について伝えたいことがある、ね、君なら話が早いはずだ。大学で待っている。すぐ連絡してくれ。ピーター・ジェンキンス。これはラクーン大学。あそこに何が？さあ、ピーター・ジェンキンスっていうやつとジョージがなんか干渉し合ってんだなっていうのが分かるところまでをやって、数時間後にラクーン大学に乗り込むことになるというシナリオ展開となっております。今ね、後ろの影が見えた通りで、ジョージを筆頭に4人ですね、こちらのキャラクターで進んでいくのですが、マップ読み込んだ直後にスタートボタンを押すとですね、分かるんですけども、ちょっと間に合うかな。ナウローディングから比較的スタート連打しとかなきゃいけないっていう、見せたいものを見せる大変ね。よいしょ。もう右側にジョージいるはずなのにジョージのアイコンが出ないんですよ。なので原則今ジョージいたんですけど、デイビッドとケビンがついてきてると思っていてくれればいいのかなと思います。で、ここの、ラクーン大学なんですが、進め方が非常に絶妙というか、どう進めるかっていうのが結構多分配信者とかでもよります。で、分かる方に向けたことを言うんですけど、地下2階じゃなくて地下4階に行こうと思います。はい、地下4階に行こうと思ってます。で、ここが前回と一緒で、パートナーキャラがいる場合はパートナーキャラクターがアイテムを片方回収してくれてるってやつですね。地下2階と地下4階の探索があって、そこでそれぞれ、アイテムを取らなきゃいけないんだけど、片方は回収してもらえるので、どっちを NPC に任せてどっちが自分が取るかっていうのを判断しなきゃいけないという、マップとなっております。で、ここね、ちょっと見るとわかるんだけど、ちょっと待ってね。ああ、俺見えない壁に突っかかってんな。わかりますかね。大学っぽいんだけど、なんかこの裏に道があったりする感じとか、右側のそのドアみたいなものとか、なんかあれ初期のね、洋館をなんか少しだけ彷彿とさせようとしてんのかな感を感じるマップの作り、ね、中腹のところから写真が見えたりだとか、いろいろしてる絵マップとなってます。で、このマップ一部最初のスタートダッシュの時点で、ちぎらないといけない部分があったりするので、今これ皆さん内乱を付き合っていただいてるんですが、実際に攻略するときはもう一回ここから立ち上げ直していきたいと思います、というところまで、ご案内していったんですが、今回お時間がちょうどいいところというわけでございまして、次回にはですね、こちらの決意を、攻略しきっていきたいなと思っております。おそらくなんですけど2編に分かれると思うんですね。で、2編に分けると次土曜日終わりになっちゃうんですよね。悩ましいところではあるんですが、これに関してはちょっといろいろもろもろ考えていきたいと思います。というわけでございまして、今回はとりあえずこの辺で、また次回動画でお会いしましょう。ここまでのお相手は私、ヤガミンことヤガミハヤテがご案内しました。というわけで、 See you next time, stay tuned. バイバイ。